海上自衛隊の潜水艦建造でも知られている川崎重工業がイギリス企業に対して AUV 自立型の無人潜水機スパイスの納入契約を獲得したとの情報をキャッチしました。今回は無人潜水機を見ながら次世代無人 AI 潜水艦が完成するのか詳しく見ていきます。日本の深海無人機技術は世界でもトップクラスでしたが、中国の開発スピードにちょっと負けてるような。日本海、太平洋、東シナ海等々、四方を広い排他的経済水域や領海で囲まれた地理的な環境下に置かれる日本にとって、国防を担う上で重要な位置を占めているのが海上自衛隊であることは議論の余地を待たないだろう。その中で日本の海上自衛隊は2022年末に改定されたいわゆる安全保障関連3文書の閣議決定を経て護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、航空機190機の体制を敷いて海の守りを固めることを明示している。個別の中身としては、太平洋戦争後には、旧ソ連とアメリカとの冷戦構造下における対立を反映し、日本の国防の中心も、旧ソ連を最大の仮想敵国と位置づけ、北海道など北方方面での防衛を主軸に据えてきた形だった。昨年の2022年2月に正規したロシアによる、ウクライナ侵攻を目の当たりにしたことで、近年では若干薄れきていた感もあった現、ロシアに対する危機感も再び増してはいるが、きれども、今は対中国への備えが最大の関心事である点は揺るいではいない。ことに、中国は1990年代以降の経済の改革開放路線の成功によって、飛躍的に、国家としての経済力の増強に成功し、比例して、その経済力を背景とした海洋進出を加速させる動く気を続けており、日本にとっての最大の脅威となっている。こうした中国の海洋進出の強化は、海軍力の増強と、それに伴う、南シナ海や東シナ海での勢力圏の拡大と確立に注がれており、台湾有事の危険性も含め、日本の南西諸島への防衛力の強化を喫緊の課題たらしめている。前述した海上自衛隊の護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、航空機190機の体制の中でも、こうした中国側の海洋進出を抑止する上では、特に潜水艦隊に期待される点が大きいが、これらを建造可能な企業は、日本には2社しか存在していない。海上自衛隊の潜水艦の建造を一手に引き受けてる、この2社とは、三菱重工業者と川崎重工業者であり、現在同体が実戦配備している親潮型、双竜型、そして最新鋭の太平洋型まで、交互に、1年ごとに建造を続けている。川崎重工業者は、三菱重工業者に次ぐ日本の防衛産業を支える企業であるとともに、東京の築地にて、明治時代に川崎築地造船所として創業して以来、二度の世界大戦時には、その造船能力で日本の軍備を支えてきた歴史を持っている。一方、川崎重工業者は、造船以外にも日本初の蒸気機関車の製造など、鉄道用車両の製造も担っており、太平洋戦争の日本の敗戦後には、二輪車の製造で、世界的なシェアを持つ企業にも成長し、近年は、航空、宇宙事業にも、足跡を残している。そんな川崎重工業者の造船関連事業は、2014年には、同社内のエネルギーソリューション&マリンカンパニー内の船舶海洋ディビジョンという、組織に集約され、海上自衛隊向けの潜水艦の建造の半数を担い続けている。ただし、2年に、1隻の建造によって、
日本の潜水艦建造の技術とノウハウを維持し続けている川崎重工業者ではあるが、いかんせん、国内向けのこの需要のみでは、商業的な拡張を図ることは困難であり、新たな民生品市場への進出も並行している。その一環が、これまでに海上自衛隊の潜水艦の建造で培った技術を生かした転用であり、この2023年中に、イギリスの無駄サブシーサービス社員の AUV、自立型の無人潜水機、スパイスの納入契約を勝ち取っている。川崎重工業者が開発したスパイスとは、サブシープレサイスインスペクターウィズクローズアイズの頭文字から取られた名称で、海底油田に向けた検査用の AUV、自立型の無人潜水機の製品名である。世界各国で開発が進められてきた AUV、自立型の無人潜水機は、主として海底の地形を調査する目的のために、一定の潜航深度を保った状況下で、その任務を遂行する装置だが、川崎重工業者のスパイスは、これに、さらに機能を追加したものだ。具体的には、川崎重工業者のスパイスは、同社が、海上自衛隊の潜水艦等を含め、およそ1世紀以上にわたって蓄積してきた、高度な追水圧に向けた技術、精緻な自動での水中航行技術を駆使して、海底に敷設されたパイプラインの管理を目的としている。そのため、川崎重工業者のスパイスは、前述の潜水艦技術の応用にプラスして、同社が産業用に開発を行ってきた、ロボットアーム技術をも盛り込むことで、それを用いた海底のパイプラインのメンテナンスを実現するとされている。従来であれば、海底のパイプラインのメンテナンス作業は、海上に浮かぶ母船から ROV、遠隔操作型無人潜水機を下ろして、人為的な操作を行う手法が主流であったため、人的、物的なリソースの投入が避けられず、高コストが常態化していた。これを受け、川崎重工業者のスパイスは、低コストでの運用を可能とすると同時に、従来は、AUV、自立型の無人潜水機のウィークポイントとされてきた、動力源の確保の問題を、自動的に残電量を判断して、充電を行う形式で克服したという。川崎重工業者のスパイスの、この自動での充電方式は、あらかじめ同機の運用される海域中に、専用設備を設け、水中でも安全性を確保した非接触形式での充電を行う仕様となっており、この専用機材は、スパイスが収集した各種の作業データの通信にも使用される。この川崎重工業者のスパイスの仕様は、全長が約 5.6 メートル、全幅が約 1.4 メートル、全高が約 1.1 メートル、重量が約 2500kg であり、最大で、深度3000メートルまでの潜水能力を持ち、最大速力は4ノットを発揮するという。川崎重工業者のスパイスは、2023年1月には、フランスのトタルエナジー社と共同で、兵庫県の淡路島沖の海域において、海底に敷設されたパイプラインに対する、近接検査のテスト運用を行い、これを成功させたと報告されている。ここまで記述してきたように、川崎重工業者のスパイスは、主として海底の油田におけるパイプラインの維持管理に向けて、大きな貢献を果たす機材として注目を集めているが、近年はカーボンニュートラルが叫ばれて久しいとも感じるかもしれない。こうしたカーボンニュートラルの潮流の勃興は、海底油田そのものの有用性にある意味逆行すると見えるかもしれないが、OECD 経済開発協力機構の下部組織である IEA 国際エネルギー連盟も、2040年時点でも人類の最大のエネルギー源は石油だと予測している。現在においても、全世界におけるエネルギー源の主位は、およそ3割を石油が占め、次いで、
2位も LNG 液化石油ガスがおよそ2割であり、再生可能エネルギー等が取り沙汰される中でもこの2つでおよそ半分の需要を賄っている状態である。石油が世界的なエネルギーの主役である事実は揺らいではいないが、これまでは採掘が比較的容易であった陸地の油田からの供給が大半を占めていたが、1980年代以後は急速に海底油田の開発が進み、今では産油量全体の3割を占めるまでに至っている。さらに海底油田が開発された初期には、例えばアメリカのルイジアナ沖合の事例では、水深6メートルほどだったものが、海底を掘削する技術の進歩もあって、今では水深400メートルを超えることも増え、今後はさらなる深い領域へと進むことが想定されている。イギリスのインフィールドシステムズ社による試算では、2020年時点での全世界での海底油田等に用いれている輸送用パイプラインの需要は、総距離数で22万キロメートルにも及び、今後も増加傾向は続くことが確実視されている。この市場への開拓に向けて、川崎重工業者のスパイスは大きな一歩を踏み出したと言えそうだが、イギリスのムダッサブシーサービス社へのスパイスの納入契約額は残念ながら確認できず、商業的な成功の可否は未だ半然とはしていない。